キックのシュルシュルラジオです。えー、8月もですね、もう,こう終わりに近づいていて、なんかちょっと物寂しいというか、毎年ね、夏の終わりっていうのはね、寂しいもんですよね。うん昔ね、小学生の時だったんですけれどもね、あのー、秋島に住んでたんですよ。秋島っていうね、東京の西東京なんですけれどもね。 で、西立川っていうところに昭和記念公園のレインボープールっていうプールがあって、で、夏の終わりに家族みんなでプールに行って、山下達郎さんのね、さよなら夏の日っていうね、名曲が流れてきた時にね、小学生ながらに、5年生か6年生だったかな、なんて、 いい歌なんだというのと同時になんてこう、夏の終わりって切なくなるんだっていうのをね、すごく感じた。うん、忘れられなかったな、あの、うん、昭和記念公園のプールで、ちょっとこう夕方もうそろそろ帰ろうかぐらいのタイミングでね、あの達郎さんの曲が流れてきて、忘れらんないな、あれは。うん あの、今までレコード屋っていうか、小学校の時に勇気を出して、秋島の森タウンっていうところに、新生堂っていうね、CD 屋さんがあって、今まで本当にね、勇気を出して、小学生ながらに、この曲なんていいんだろうっていうことで、店員さんに、この曲何なんですか今流れてるって、その CD 屋の中でね、流れてる曲何なんですかって聞いたのが、達郎さんのそのさよなら夏のヒット、あと、 長渕剛さんのジープ <laughs>。聞いたもんな。どうしても知りたくて。うん。なんかそんな、夏の終わり、ねえ。 今22日なんですけどもね、もう23日24日ね、得意日と言われていて、超能力超常現象でちょっと不思議なことが起きたりとかね、まあ天変地異みたいなものも起きやすかったり、UFO とか異世界のなんか扉が開くなんて言われていてね、なんかあの、不思議な目撃する人も多いなんていうね、ま十23、24日前をね、迎えているんですけれどもね、23日にはなって、 ないというかな。23日の前なんですけれども、今僕ね、西日本にはいるんですがね、関東の方ではまたね、千葉で火球が出てきた。まあ、隕石ですよね。え奈良市の、前回は奈良市の方に落ちたって言われてるんですけど、今回三浦半島の方に落ちたんじゃないかって言われていて、同時にね、時を同じくして三浦半島で、ちょっとガス臭いというね、 あの、異臭騒ぎがあったりしてね。まあ、こう、8月まだまだね、地震というかな、大地が動いているのかな、とかね。23日、24日のね、こう、マジックナンバーと言われる時にね、なんか起きなければいいな、なんていうふうに思ってるんですけどもね。まあ、あの、23、24日っていうのは本当にね、超能力のマジックナンバー、超常現象のマジックナンバーで、えー、祭り、ね、お祭りなんかもね、こう、23日、24日って非常に多いみたいなんですよね。 こう、祭りっていうのは、天地の間を釣り合わせるっていうね。ま、天があって、地があって。天に、ま、神様みたいなものがいたりとかね。そういうものと、こう、地で生きる我々の、ま、間を取り持つというかな。祭りをすることによって、その天地がつながる、間を釣り合わせるっていう意味合いがあって。それがね、こう、いわゆる、頂上現象界のマジックナンバーと言われる23日、24日にね、お祭り自体も多く、 催されるっていうこと自体がね、やっぱりそういう異世界の扉というのかな、が開くような時なのかもしれないな、なんていうふうに思うんですけれどもね、毎年8月のね、23日、24日、ね、うん特別な思いというかな、 夏が終わる寂しさと同時に8月最後の特異日だということでね、えー、なんかいろいろ感じるものがあるんですけれどもね、今年は23日、24日、まあ、どんな感じになっていくでしょうか。まあ、夏ということでね、あのー、今回はちょっと不思議な話なんですけれどもね、あの、蚊蚊に刺される刺されないってあるじゃないですか。 で、ちょっと油断して、やっぱりこう、窓開けてたりするとね、夕方以降は蚊が入ってきたりするんですけれどもね、あの、蚊に刺されなくなる方法っていうのがなんかあるみたいで、それを、あの、小学生がなんかこう、研究していって、ニュースかなんかで見たんですけども、あの、足の裏の菌っていうのかな、足の裏の匂いっていうのかな、あそこにね、こう反応して蚊が、 あの、刺しに来るっていう。で、それを小学生が気づいて、妹かなんかを実験台にしてじゃないんだけれども、足の裏をね、あの、アルコールで綺麗に拭くとね、蚊が寄ってこなくなって、蚊に刺されなくなるなんていう話あるみたいですよね。その画期的なね、あの、ことに気づいたのが小学生だっていうのがすごいみたいなのをね、ちょっとニュースとかなんかテレビで取り上げられて、 のをねこう見てああすごいなそうなんだななんて思うんですけれどもねあの全くそれと違う話で <laughs> 蚊に刺されないっていうことでねあの え、俳優のね、萩原正人さん、えー、ひょんなことからね、可愛がっていただいて、で、今やらせていただいている超ムーの世界というね、番組のナレーションまでね、あの、もう、大先輩で、えー、スターであるね、萩原さんがね、あの、まあ、オカルトとかムー的な世界のことが好きだということもあり、またね、こう、進行というかお付き合いさせていただいているご縁の中でね、あの、 ムーの世界の番組のナレーションまでしていただいて <laughs>、ね、えー、ひょんなことからそんなことになったんですけれどもね、あのー、えムーの世界でもお世話になっているトカナの隅編集長がですね、えー、萩原さんと僕の対談をね、こうやってくださった回がありましてね、 えー、まあ、本当俺ごときにね、萩原さんがね、そのお話をこう、ありがたいことに受けていただいて、で、まあ、不思議な話をね、こう、何回かにわたってね、それからお仕事に対する考えとかね、目に見えない世界の考えみたいなことのお話をね、こう、対談で、数回に分けてしていただいたことがあってね、で、 とかなで検索していただくとね、その時のあの対談の模様が残っているんでね、読んでいただくことできるんですけれどもね、非常に面白いなと思ったのはね、萩原さんがね、蚊に刺されないと。で、蚊に刺されなくなったね、きっかけがあるっていうね、で、ある夏にね、 数年前にね、その萩原さんがね、あの、ロケ、映画のロケでね、山奥に行かれた時にね、まあ、ものすごくこう、自然に癒されて、パワーをもらえるような感じになってね、あ,あいいなって思ってたらね、撮影中に蜂が飛んできたと。で結 こうね、それがやばそうな蜂で、で、このままいるとね、なんかそのあの、やっぱりスタッフさんとしたらばね、役者さんになんかあったらっていうことで、まあ追い払うことも含めてね、殺されてしまうみたいなこともね、えー、まあ考えられるという中で、萩原さんが、あの、心の中でね、ちょっと待ってって、あの、もうもうね、ちょっと撮影したら終わるから、あの、ちょっと待ってくれないかなっていうね、その、やばそうなね、蜂に、 語りかけたらしいんですよね、テレパシックに。そしたらその蜂がブーンって飛んでって。で、なんか萩原さんの中では気持ちが通じたみたいな感覚があって、もしこれがね、気持ちが通じていたのならば、まあね、あの、ね、ハエにしろね、えー、まあ蜂にしろね、えー蚊、ね、蚊にしろね、ゴキブリにしろね、これ殺してるってことはすっごいひどいことだな、 結構ひどいことをしてるなっていう気持ちが芽生えてきて、それ以来一切ね、あの全ての虫を殺すことをやめたらしいんですよね、殺傷を。そしたらね、それ以来、一切蚊に刺されなくなったっていうんですよ <laughs>。<laughs> まあね、本当に、 すごい話だなって思うんですけれどもね。まあ、萩原さんがそれを仲間にお話ししたりすると、結構何言ってんだよみたいなことで、まあ笑い話にされてしまうことはあるらしいんですけれども、本人としたらばね、そういう気持ちがあって、本当にね、それ以来ね、蚊に刺されなくなったっていうね、だからあの、小学生がね、あの、発見した、ね、足の裏の、ね、こうアルコール消毒すると、蚊に刺されなくなるっていうこともすごいんですけれどもね、本当に、 こう、一寸の虫にも五分の魂なんて言うけれどもね、まぁ、あ、五分どころかね、えー、まぁ、あ、存在として魂ね、気持ちというものが、心の交流がね、できるとしたらばね、ね、えー、俺はそういうことを殺さない、摂取をしないよというね、気持ちがあるとね、ひょっとしたら、えー、明日からね、あなたも。 完全にこの夏なんですけれどもね、蚊に刺されなくなるかもしれないというね、えー、今回はね、そんな萩原さんの不思議なお話紹介させていただきました。トカラの対談もね、遡って見ていただけますんで、ぜひ読んでいただければと思います。キックでした。ありがとうございました。